前に出会ったんだよ。高校生の時のお前にな。お前さ、高校の駅伝で優勝しただろ。あの時5人抜きして新聞にデカデカと載ったよな。もちろんテレビにも出た。あの時な、愛子はお前のことを見てたんだよ。お前が一人一人抜いていくあの走る姿、愛子のやつな、まるで自分が走ってるかのように、あいつそう思いながらお前のことを見てたんだ。それ以来ずっとお前のファンでな。毎日毎日結成学園附属高校のグラウンドにお前の走る姿見に行ってたよ。もちろんお前が大学に上がってからもあいつずっとお前のことを見に行ってたんだ。悪いな、こんなつまんない話して。いや、そんなことないですよ。どうしたんだよ。
といたら俺は強くなれるんだ。君といたら俺は優しくなれるんだ。そんな俺を君はもう捨てるっていうのか。もう終わりだって。勝手なこと言うなよ。あなたを苦しめたくないから。だから傷つかないでここで別れようって。そう話してよ。来てよ。話して来てよ。俺と一緒にオリンピックに行くって言ったからよ。あれは嘘だ。新しい朝が来る。
時は巡る巡る季節歩き